QK32 ストレラマイナスにはソ連で開発された携帯式防空ミサイルシステム。小型の発射装置と赤外線誘導ミサイルの組み合わせにより不評が傾向、発射できる。ミサイル団体は QM32 と呼ばれる。NATO によって用いられた NATO コードネームはグレール、DOD 番号は SA-7。なお、ストレラはロシア語で矢の意味。 QK32 ストレラマイナスには、車載式の QK31 ストレラと、並行して1959年頃から開発され、1968年、前後に量産及び配備が開始された。筒状のコンテナに、ミサイルが入っており、その下に、小型の発射装置と、引き金、ミサイル電源用の小型熱電池が取り付けられている。 ミサイルの射程は550から5500メートル程度、高度18から4500メートル程度の目標に対応する。誘導方式はパッシブ赤外線ホーミング方式であり、ミサイル先端の赤外線シーカーが目標の航空機の熱を感知し追跡する。ただし、本機の赤外線シーカーは冷却措置を持たない、流化鉛、ま電素子を用いたものであり、 検知波長の関係上、必ずしも目標を適切に補足できない場合があり、特に初期型は性能が劣るとされている。目標に直撃した場合、昨夜 1.15kg が爆発し目標を破壊する。また、目標を逃した場合は15秒程度で自爆する仕組みになっている。発射装置は別のミサイル容器に取り付けて再使用できる。 QK32 は輸出が積極的に行われ、実戦でも多数が用いられている。中東戦争ではアラブ諸国に供給され、ベトナム戦争では北ベトナム軍に供給されて、南ベトナム軍やアメリカ軍ヘリコプターを相当数撃追している。アフガニスタン紛争においては、ムジャーヒディム側が中国やエジプトの QK32 のコピー品を使用していた。 これらは CIA やサウジアラビアの支援団体などが供給したものであり、皮肉にも自国が開発した兵器の複製品で自分たちの航空機が狙われたのである。近年では湾岸戦争やイラク戦争でも存在が確認されている。2012年にはヒズボラが QK32 を用いてイスラエルのヘリコプターを攻撃したとの報道もなされた。 基本型の QK32 は、射程が短く、作薬量が少ない点、フレアに対して脆弱な点などが欠点だが、海外製の派生型はこれらを改良しているとされる。生産数も多く、現在では世界中に拡散しており、非正規軍やテロリストの手にも渡っているものとみられる。特に、2010年のアラブの春に橋を発する。 中東各国の政権崩壊の混乱により、軍が保有している武器がテロリストに流出しており、QK32 も例外ではない。後継は QK34 ストレラマイナス3。この他に、関西型、車載型も開発、配備されている。その他、ユーゴスラビアなどでも派生型が開発されている。また、現地回収型と分類すべき派生型も多く、 必ずしも全ては把握されていない。ありがとうございます。